けども、結構集団離れてますよね。さあ、402番の塚越さくら、先ほどね、ちょうど大野選手に話が出た時にも2人でバーッと喋ってましたね。この塚越選手のパワーがすごく力強い走りをする選手、タイムギャップ10秒。で後ろでもね、例えば複数のメンバーがいるようなチームがいれば、どっちかが足をやらなくて、引っ張るとね、ここでやっぱりスタミナ消耗してしまって、